カナダの二大都市、トロントとバンクーバーの現地情報をお伝えするウェブメディア、ライフトロントとライフバンクーバーから、私たちトロントのスタッフが注目した記事をピックアップ。カナダの今をダイジェスト。今回は次の4つのトピックでお送りします。1、格安スーパーノーフリルスがヒップホップアルバムをリリース。2、カナダ2021年に6種類の使い捨てプラスチック禁止。3、近未来型の自動運転シャトルバス2021年春導入。4、大ヒットコメディ映画ボラットの巨大人形トロントに現るという内容でお届けします。この動画は音声だけでも楽しめますので、移動中や家事をしながらでもお聞きください。格安スーパーノンフリルズがヒップホップアルバムをリリースというわけで、これ1ヶ月前になるんですけれども、カナダ全土にある格安スーパーノンフリルズがなんとヒップホップのアルバムをリリースするという、はい、不思議な現象が起こったので、これも記事にしております。これはもう我らが敏腕ライターさんのふみさんがネタにしたものなんですけど、はい、ノンフリーズご存知ですかね。そうですね、こっちにカナダに来るまでは知らなかったんですけども、はいはい、来てからは、はい、利用してます。結構ね、ワンフリの方とか留学生の方よく利用される方多いんですよね。なぜかというと、格安スーパーなんですよ。まあ、ロブローズっていう大きなチェーンスーパーがありまして、その系列の格安スーパーなんですけど、日本で言うと、これ関西の人しか分かりませんけど、スーパー玉出みたいな感じですね。スーパー玉出みたいな感じなんですけど、何でも安いという、食料品がね、安いお店です。で、カナダ全土250箇所ありまして、まあ、この写真で、スライドの写真で見えているかと思いますが、なんていうの、ブランドカラーが黄色ですね。うん、でお店に入るともう、なんていうの、カートもなんかこのキャッシャーのところも全部黄色なんですよね。そうそうそう、お店全体黄色なので、今回リリースされたそのヒップホップのアルバムも、まあ、黄色のね、なんていうんですか、雰囲気で出してあって、まあ、ジャケットはね、まあ、黒なんですよ。このブランドカラーがね、黄色と黒と赤なので、その黒を使ってあって、ジャケットはバナナの、ね、写真が載っているという。これね、なんでバナナかというと、もう10年ぐらい前、このノンフリルズね、バナナがロゴだったんですよね。だから、そうそうそう、だからこのジャケットにバナナを使っているんですが、そうなんです。そういうわけで、このノンフリルズが出したヒップホップアルバム、はい、これブランディングのために出してあるんですよ。だと思います。ブランディング、はい、そう、要はそのなんていうんですか、そのノンフリルズというブランドの認知させるために、斜め上を行った結果ヒップホップのアルバムを出すということになったみたいですね。どういう企画会議わかんないですね。もうここの広告代理店の方、超面白かっただろうなと思うんですけど、でもね、このね、アルバムすごいね、クオリティ高いんですよ、本当に。うんうん、聞かれました、周平さん。聞きました、もちろん。はい、すごいね。あ、周平さんね、音楽もやってるからわかると思いますけど、うん、クオリティ高いですよね、ヒップホップのね。ゴリゴリプロが作ってます。ゴリゴリのプロ、本当にね、プロが作った、まあ、カナダ人のね、プロのアーティストのね、ヒップホップのアーティストがね、作ったりしてるんですけども、この中で、なんかいくつかちょっとご紹介しようと思うんですけども、はい。ですね、私ね、ちょっとこれ、ちょっと笑ったのが、はい。ホーリンステートオブマインドっていうのが、ですね、これ、イントロの始まりが、日本語で言うとね、あら、カートを探してるんですか、これ使ってって言うんですよ、最初のセリフが。まあ、このね、スーパーのあるある、そのカートをちょっと使わせてもらっていいですかっていう、カナダのスーパーあるあるがもう早速出てくる。これちょっとね、最初ちょっとそのイントロだけ。Oh, you looking for a car? Oh, here, just use mine. Ah, thank you.You must be a homie. Sure am. You see me live by the cold, so we won't be big.はい、という曲です。で、ちょっと権利関係で流していいのか分かんないので、途中で切りましたけれども、こういう、ぜひ記事の中に入っているので皆さん聞いてほしいんですけど、もうね、クオリティすごい高い、
超かっこいいんですよ。だから普通に聞けるいい、うん、はい、普通に聞けるし、これそのヒップホップの、ね、内容を聞いてもらうと分かるんですけど、めっちゃ音楽かっこいいけど、歌ってることはね、今日のバナナが安いとか、なんかそういうこの今日88セントだみたいな、そういうな、このかなんていうんですか、スーパーあるあるがめっちゃ詰まったアルバムなんですよ。何を詰めてるのか分かんない。それがねすごいね、もうものすごいハマって、もうなんかね、これ出た時にね、すごいみんなで笑ってね。そうですね、結構ボリュームもありますね。そう、ボリュームあるんですよ。あとね、もう一つ、私これもね、ホーリーエブリデイっていうのも、これも最初のイントロがセリフで始まるんですけど、はい、これね、もう8時だからね、あのノーフリーズ閉まっちゃうから早く行こうっていうセリフで始まるの。これちょっと流し、ちょっと一瞬流そう。 Hey, it's almost 8 p.m. Oh, is it? No frills about to close, we gotta get out of here. Alright, alright. Man, we gotta go, it's gonna close. I'm coming, I'm coming, come on. ごめんなさいね、今私笑いすぎて今ね、もうちょっと声が出なくなっちゃったけど、この I'm coming coming っていうね、このあるある、うちの家でもよくある、今から行こうっつって早くっつって言ってるこの会話は、多分どこのご家庭でもあるんだろうなっていうね、このスーパーに行くときに、スーパーってギリギリの時間に行っちゃうんですよね。そうそうそう、やばい閉まる明日の食材買わなきゃいけないっていう、このね、よくみんな同じなんだなっていうね。ぜひこのアルバム、あの YouTube でも聴けますし、あとSpotify、 そうそう、 Spotify でも聴けるので、ぜひ皆さん聴いてみてください。あのきっと英語の勉強にもなるっていうね。あ、確かに。そう、ちょっとラップとかちょっとさすがにね、早すぎてあれかもしれないけど、面白いんですよね。このラップでもね、この食材の名前をずっと延々と言っていくラップとかあるんですよ。クレイジーですよね、完全に。そういう、あとね、ポイントカードの説明をしてくれる、ね、ラップとかもありますね。ぜひ、ノーフリルズをあのご利用の方、まだご利用いただいてない方も、このアルバム、ぜひ聴いてみてください。はい。カナダ2021年に6種類の使い捨てプラスチック禁止ということで、うん、カナダでですね、2021年の年末までに、あのビニール袋だったりストローなど あの使い捨てのプラスチックを6種類ですね、が禁止されるということが決定しました。はい、はい、これなんか去年かなんかにね、一度なんかトルドーさんがおっしゃってたんですよね、やりますってね。ちょうど2019年の6月にですね、うん、その方針が発表されていて、はい、ちょうどこれ僕カナダに来たタイミングだったんですよね、はいはい、ですごい覚えていて、あのあカナダって進んでいる国だなっていうのをすごい覚えてますわ。そうそう、ですね、で今回、まあ、その方針の一つとして具体的にそのプラスチック製品が、あのこれが禁止ですよというのが決まったということなんですけれども、はい、で禁止されるものがですね、6品目ありまして、1つ目がチェックアウト時の袋、うん、これあのスーパーとかのビニール袋ですね、レジ袋ですね、日本語で言うとね、レジ袋ですね、うんうん、で2つ目がストロー、はい、3つ目がマドラー、はい、あのコーヒーとか混ぜる棒ですね、うんうん、で4つ目が、6缶パックのリング、これこっちでは缶ビールとかがあのなんかプラスチックの柔らかいやつで、の伸び縮みするやつじゃん、これね、あんま日本で見ないですよね、日本ではあんま見ないですね、うんうん、まあ、それもダメですよと、はい、はい、で5つ目がカトラリー、はい、ナイフ、フォーク、スプーンなんかですね、あのよくピクニックとかね、なんかパーティーとかで使う、うん、あのプラスチックのやつですね、そう、うん、使い捨てのやつですね、使い捨てだね、はい、で6つ目がリサイクルが困難なプラスチック製のテイクアウト容器、うんうん、あの料理が入ってるやつですね。そうですね。今特にそのね、あのデリバリー多いので、こういうの使う、うん、結構増えてますしね。そうですね。はい。まああの、で蒸気のあのこちらの6種類の使い捨てプラスチックの品目なんですけども、はい、基準はですね、すでにあの代替
ができるものが存在しているということなんですね。まあ、エコバッグであったりとか、まあ、そういうものでもすでに代わりのものがありますよっていう基準で今回この6品目が禁止されたということですね。このなんかナイフフォークスプーンとかね、今でもなんかちょっと違うお店に行くと、あの木のね、木とか竹でできたやつとかね、ありますしね。そうです、はい、最近ちょっと増えてきましたよね。増えましたね。で、まあ、その今回、プラスチック製品が禁止されるっていう背景には、あのカナダでは毎年、300万トンのプラスチック製品を廃棄しているんですけれども、なんとそのうち 9% しか、まあ、リサイクルされてないということ。そう、これね、意外にカナダってリサイクル率悪いんですよ。日本はね、いいんですよ。あの日本って、ね、あのプラスチック、私ね、プラスチックこういうね、こういうことをすごく何て言うんですか、調べでねあの話題好きなので、あのこういうね、エコな話は、あの日本のことも調べたことあって、日本はあのね、リサイクル率すごい高いんですよ。ただ消費が高い、あのね、プラスチックの消費率はね、世界第2位なんですよ、日本は。アメリカに次いで。だけど、あのリサイクルはね、あのされる率はカナダよりは高いです。そうなんです。だからね、カナダはね、結構ね、実は低いんですよ。 9% なんですよね。で、これ残りの 91% はやはりその埋め立てられたりしてるってことですよね。これがね、もうあのね、こっちの日本ってちゃんとみんなこう分けるじゃないですか。あの厳しいでしょ、日本って。あの多分秀平さん、カナダ来てびっくりされたと思うんですけど、みんな ざっくりしてるんで、こっちの分別は。で、あれなんでかっていうと、あのみんなちゃんとしないんですよねちゃんとしない、細かく言ってもちゃんとしないから、あのざっくり分けて、その後にお金をかけて分別するんですよ。だけど日本は、あの収集した後にあんまりかけなくていいように、分別、あの収集する前にみんなに分別をお願いしてるっていう感じ。そう、だからこれがね、日本、そのなんていうんですか、カナダがね、なかなかちょっと難しい、なんていうんですか、リサイクル率が良くないっていうね、一つの理由ですけど、はい。まあ、なので、まあ、リサイクル率も低いので、であれば、まあ、禁止しようということが今回の方針で決まったわけなんですけども、素晴らしい。まあ、ね、まあ、でも、あのチェーンの大手、あのコーヒーショップのティム・ホートンなんかでは、あの、再利用できるカップなどを導入して、で、まあ、店頭でですね、あの返却制だったりしようかなって試みも検討しているようです。あ、いいですね。そういう企業結構多いですもんね、カナダはね、だんだん増えてるっていうか、日本もそうですけど。そうですね、なのでこの1年で随分といろいろカナダも変わりそうですね。はい。近未来型の自動運転シャトルバス、2021年春導入ということで、トロントについに自動運転のバスがやってくる、来年春っていう。すごいです、これは嬉しいというか、私ね、なんかその、まあ、ライフトロントでいろんなね、あの記事でご紹介したりしますけど、私ね、このカナダの交通系のネタ好きですごい書くんですよ。これ今回の、ね、記事はね、ふみさんがね書いてくれたんですけど、うちのライターの、ビーマライターふみさんが書いてくれたんですけど、やっぱりカナダって、日本ってやっぱもう出来上がってる国なので、大きなこのダイナミックな交通システムが変わるってあんまりないんですけど、カナダってまだ国土が広いので、まだまだこの、なんていうんですか、交通システムがダイナミックに変わるっていう計画結構あるんですよ。だからね、交通ネタ好きで、でこの自動運転はね、まあ自動運転のね、シャトルバスはその大きな計画ではないですけど、それでもこういう新しい技術を導入するっていうね、ので超ワクワクしたネタ。いや、これはワクワクします。これね、あのちょっと語らせていただきたいんですけども、はい、あのこのね、このシャトルバス、すごい素晴らしいのは、一つはね、リサイクル素材で作ってるんですよ。なんかね、どのくらいだか 80% ぐらいがリサイクル素材で作られていて、でしかもね、あの 3D プリントで部品作るので、すごくないですかあのね、 3D プリントでそのなんでパーツを作って組み立てるんですよ。でこれを作った会社はね、あのアメリカの、ね、アリゾナにある、あのローカルモーターズ社っていうところなんですけれども、ここはね、なんかね、そういうちょっと大きな、あのなんていうか、マイクロマニファクチャリングって言って、要は大量生産で作るようなんじゃなく、
やっぱりこういったコンパクトな車を、ね、いろんな実験的に作っていくっていう会社なんですけども、そこが作ったこのシャトルバス、自動運転、はいはい、なのであの、まあ、バッテリーでね動くんですよ、電気バッテリーで、そうだから、まあ、あの環境にも優しいということで、でこれが、まあ、トロントに来るんですけれども、すでにね、はい、あのアメリカのいくつかの都市、あの大学の校内とかねを動くバスとか、あと中東のドバイとかにもうすでに走ってる 運行使われてるみたいで、そのね映像をちょっとこれね見てる方のために流しておきますけど、これねかっこいいんですよ本当に、なんかこう近未来感ね、が半端ない、パソコン機器みたいな、そう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 、なんかのなんかコンパクトさがねなんかね、でちょっと箱型なんですよね、だからすごく、あとなんかちょっとこの透明感、あー確かにね、が景色もよく見えるという。これ何人ぐらい乗れるんですかね。これね最大8人乗れます。なのでそうだから今みたいにその新型コロナのねこの状況だとそのあまり密集しなくていいっていうことで、うん、あの今だとほらたくさん乗ってねちょっとなんていう密な状態になっちゃうのであれですけど、この8人乗りの単位なのでそういう環境にもいいということで、来年8、ですね春、まあ、ちょっと具体的なね日にちは発表されてないんですけれども、まあ、トロント市が2020年に目指す自動運転車都市っていうね戦術計画があるんですよ、あのトロント市で、うん、それの一環です。でスカボロのにあるあの地区、はい、地区ウェストルージュ地区っていうのがあるんですけど、そこの地区からゴートレインっていう、まあ、あの駅ですね、駅をつなぐシャトルバスとして運行しますということで、まずは駅までの移動手段。そう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 、そうですそうです。なのであのちょっと実験的にまずは6ヶ月から12ヶ月やってみるということですね。そんな近未来感、はい、はい、楽しみです。本当に、はいね、楽しみですね、これは。はい、皆さん楽しみにしましょう。大ヒットコメディ映画ボラットの巨大人形トロントに現る、トロントのですねハーバーフロントに、はい、あの巨大な人形が登場しておりましてこれ絵的にすごいシュールですよね。もうですね、非常にあのどんな写真かと言いますと、非常に際どいなんか下着一枚の裸のおじさんがですね船に寝そべっている写真。寝そべってる、これちょっと載せておきましょう、その、はい、これあのオンタリオ湖沿い の, あのハーバーフロントと呼ばれているエリアなんですけれども、はい、まあ、そこに突如巨大な人形が現れまして、これ見て、ね、すごいざわついたんですよね。ざわつきましたね。まあ、結構あのパンチのある絵なの で,、はい、でまあ、あの SNS でかなり写真が上がったんですけれども、まあ、これ誰かと言いますと、あの2006年にですねあの大ヒットしました社会風刺コメディ映画ボラット の主人公のボラットさんなんですけども、うん、まあ、このあの記事の中にも写真あるんですけれども、後ろに CN タワーが見える通り、まあ、トロントの風景がもういっぺんに変わりましてこれなんかね、あのロンドンにもこのプロモーションで来てたみたいですよ、この船。あ、そうですね、うん、なんかあの世界各地ではないのかもしれないですけど、うん、いくつかの街で登場してたみたいですね。ですね。でまあ、あのツイッターも結構ざわざわしておりましてざわざわしてましたねこの絵で、はい、ツイッターでは、まあ、これは一体何だとか、あと、うんうん、友達がなんか写真くれたんだけどマジ謎だらけですわみたいなこれね私知らなかったんですよ、ボラットってそのね、うん、もう2014年なんか何年か前にあった映画なんですよね、もともとはね、うん、そうですね、2006年の、ね、2006年か、はい、うん、であの低予算で撮られた映画だったんですけれども、まあ、非常に社会風刺が効いた、はい、あの内容 で, であの、まあ、当時ですねかなり話題になったんですが、その続編が、実は発表されまして、はい、で10月22日ですね、 Amazon プライムビデオカナダがですね、うん、この写真を SNS でアップしたことでバーッと広まった形になりますね、うんうん、だからあれですよね、 Amazon プライムカナダで見れるんですよね。あ、日本のアマゾンプライムでも見れるのかな？あ、見れる、見えます。うん、はい、はい、で、映画のタイトルがですね、はい、
まず2006年の映画のタイトルが、ボラと栄光なる国家カザフスタンのためのアメリカ文化学習。長い。長い。絶対覚えられないですね。覚えられない。これ英語でも長いですよね、本当にね。長いですね。で、その続編として今回、続、ボラと栄光なる国家だったカザフスタンのためのアメリカ貢ぎ物計画という映画になりました。映画。どういう映画なのかというのをざっくりご紹介するとなんですけども、主演の、サシャ・バロン・コーエンさんという方がボラットを演じてらっしゃいまして、架空のカザフスタン人ジャーナリスト役なんですね。で今回はその娘さん役が、マリア・バカローバさんという方が娘役をやっておりまして、アメリカの、副大統領マイク・ペンセさんですね、貢ぎ物として娘を送るっていう内容なんですね。これだからあれですよね、結構そのアメリカの政治結構ね、絡んでるんですよね。そうなんです、今回僕見たんですけど、言うとも一言で言うとトランプ政権の批判がメインになってる。この大統領選の前にこれをこの、ぶっ込むという。そうなんですよね。もちろんカナダでもかなり話題になったんですけれども、うちの夫もね、カナダ人の夫もね、となんか見ながら隣の部屋で見てたんですよね。私見てないんですよ。知らなかったんで、なんか面白いから見ようって言われたけど、なんかよく分かんなかったでいいってね、見なかったんですけど、夫隣の部屋でね、ものすごい笑ってて、私その 笑って死ぬんじゃないかな、この人っていうぐらい笑ってましたね。実際見ましたけど、面白いんですよね。ただかなりやっぱり刺激的だし、この映画2本ですね、旧作も含めて、何がその特徴かと言いますと、体当たりな、いわゆるドッキリみたいなシーンが多いですよね。なんかいたずらを仕掛けるんですよね。で今回も実際そのマイク・ペンスの集会に乱入したりだとか、あとトランプ大統領の個人弁護士で、元ニューヨーク市長ですかね、ジュリアノさんですね、ジュリアニのために偽のインタビューを仕掛けて、スキャンダルシーンを撮って撮影しようとしたりするんですね。もうひどい。ひどいです。で前作も結構その訴訟問題になったりとかっていうこともあったんですけど、そうかな、なるほど。いや、ペンスさんってご存知の方はいる、わかるかな、元アメリカ大統領、トランプさんの副大統領ですね。副大統領ですね。ペンスさんね。集会に、突如言いたいことを言って帰るという。で本当に警備員に追い出されるまでがもうリアルに、そう、撮られてるんですよね。すごい、体当たりですね、本当にね。なので、やっぱり好き嫌いは分かれる作品かもしれないんですけれども、やっぱりこの話題性は非常にあるので、一度、ぜひご覧になってはいかがでしょうかという。なのでそのプロモーションのために来たんですね、人形がね。この映画のね、突如現れてね。というわけで、私も見ようと思います。はい、ぜひぜひ。以上、2020年10月の情報の中から4つのトピックをお送りしました。今回ご紹介した内容の詳細については、記事のリンクを説明欄に入れていますので、ぜひそちらからチェックください。この動画のようにライフトロントのスタッフが厳選したカナダの情報をダイジェストでお届けする動画や、姉妹サイトのライフバンクーマーのスタッフによるトーク形式のライブ配信も毎週金曜日にお送りしていますので、ぜひ YouTube チャンネル登録と、この動画が良かったらいいねしていただけると励みになります。またライフトロントでは Facebook、Twitter、Instagram でもリアルタイムの情報を発信していますので、ぜひフォローください。今回はここまで。また次回。さようなら。